栗本新一郎11月23日隊は、日本の経済学者、評論家、健康食品開発者。有明教育芸術短期大学学長、衆議院議員、経済企画政務次官、有限会社大学総合研究所理事長、朝日新聞書評委員を歴任した。東京都出身。父は、元最高裁判事の栗本和夫。母と子は、 元東京府会議長、中野裕次郎参女、東京学芸大学付属世田谷小学校、道中学校、東京都立都山高等学校、慶応義塾大学経済学部卒業。同大学大学院経済学研究科博士、家庭大学。天理大学専任講師、奈良県立短期大学助教授、ノースウエスタン大学客員教授を経て、明治大学教授在任中。 バンダービルト大学客員教授も務める。1991年7月、明治大学教授を辞任。1992年大学総合研究所を設立、栗本新一郎自由大学会学。官邸 HP にも大学会学が経歴として記載されている。東京農業大学国際食料情報学部、食卓教授、拓食大学客員教授。 帝京大学客員教授、衆議院、議員2期を経て、2011年、有明教育芸術短期大学、第2代学長兼学校法人三浦学園理事、同年春朝日中受賞助君。その他、新宗教、ワールドメイト教祖の深見当衆が設立した団体の役職に就任している。慶応在学中は安保闘争の最中にあり、栗本は、 慶応自治会で活動、全塾自治会委員長を務めている。栗本と一緒に慶応自治会で活動していたものに、野口武彦、松尾正彦、中田康夫らがいる。なお松尾はカルビー創業者一族であり、栗本は松尾を介してカルビー製品に関わっているという。雑誌、現代思想1977年3月号をきっかけに論壇にデビューし、その後、 いわゆる、ニューアカブームの先鋒を務めた。新人類という言葉を作り出したり、議論の技術を向上させるディベートを普及するため、朝まで生テレビに出演するなど、積極的にマスコミに顔を出すとともに、伊藤石芸里、吉本隆明、丸山圭三郎ら多くのタレント、文化人、学者と分野を超えて交流し、多数の対談、協調を出版した。 テレビ出演をするきっかけになったのは、上村直樹である。カール・ポランニーの弟分である巧妙な、経営学者のピーター・ドラッカーから突如電話を受け、それがきっかけで、ブダペスト物語を執筆したり、過去には、歌手として、小田哲郎プロデュースの下シングル、平成若者大温度を発表するなど幅広く、活動する。1999年10月頃、脳梗塞になった。 朝起きると、左半身が動かなくなり、日課のウォーキング中で、道がわからなくなる、病院に行こうと、タクシーに乗るも、路列が回らず運転手に、行き先が伝わらない等の症状が出た。栗本も一命は取り留めたものの左半身麻痺となってしまい、リハビリに励むもなかなかうまくいかなかった。ある日、リハビリで左手を動かそうとすると右手が動くことに、気づいた栗本は、 箱の真ん中に鏡を置き、箱の中に右手を入れ、鏡で右手を映しながら動かし、それと同時に妻が左手を同じように動かすという鏡に映った右手を左手だと栗本の脳に錯覚させるというビラヤヌルエスラマチャンドランのミラーボックスによるリハビリ法を試した結果、2ヶ月後には症状が良くなり、現在はゴルフや車の運転ができるほどに回復した。 また、栗本は文学にも造形が深く、反文学論という文芸評論や、小説の実作、反少女、敵意、ニューヨークの少女、白宇の少女がある。2012年6月9日、東京都世田谷区の路上で、乗用車を運転中、衝突事故を起こしていたことが、2012年6月15日に、読売新聞によって報じられた。栗本の明大時代の教えに、 タレントの大川豊や、元野球選手の平田勝男がいる。指導教授は、経済史の高村翔平。栗本は、経済史を研究する中でその枠を超えて、カールを外する実在派経済人類学にたどり着き、カールの弟子であるジョージ・ドルトンに支持する。栗本は、経済人類学の研究成果を踏まえ、近代以前の社会を非市場社会であるとした上で、 市場社会における財の生産、増与、交換、廃棄等の経済活動の根底には、中族によって規定されている人々の行為に、当人たちには意識されていない行為の動員があり、経済活動は、その結果ないし機能に過ぎないとする。その上で、近代社会である市場社会においても、情景の事情は、基本的には、変わりがないとして、経済活動を、 人々の合理的な利益追求であるとする従来の経済学の常識に180度の展開を迫った。栗本はその研究対象を抗議の経済学の枠を超えて放射解学に広げて社会規範として人々に行為を強制、禁止する習俗についての研究を進める一方、その他方で人々の行為、行動の動員となっているものを明らかにするためには、 無意識の問題を避けることはできないとして、精神分析学、記号論ないし生命論等の議論をも踏まえた上で、経済人類学を基礎として、経済学、法学、文化人類学を包括した統一的理論の構築を目指した。その後、デュルケームの生俗理論を紹介した上で、マルセル・モースのポトラッチ論や、動物行動学の研究成果を踏まえ、これを、 ジョルジュバタイユのタブーとエロティシズムに関する見解と結びつけ、日常的時空間における生産的な経済活動は逆説的であるが、非日常的時空間における破壊的な活動の準備としてなされる極めて不合理なものであり、その背後にタブーを犯すことによって生じる快感と、それを支える生命的なエネルギーがあり、しかもそれが経済活動のみならず、 人間の道徳、種族、意識さえも規制しているという過剰、当人理論を主張した。また、大学の講義等において、前衛芸術家の岡本太郎にも言及し、モースやバタイユやロジェカイヨアと、1930年代のパリで直接交流のあった岡本のことを偉大な思想家として評価した最初の言論人である。栗本は、 情景の通り学問の枠を超えた過激な見解を主張していたが、それでも当時は、トーマスクーンの見解を挙げた上で、個別の学者、学説への批判を慎重に避けていた。ところが、突如、浅田明や山口正浦個別の学者を名指しして、批判を始め、危険な学者と自称するようになった。このように態度を一転させた理由は、学者がマスコミ進出によって、 大学教授という地位だけでなく、わずかばかりの知名度や収入を得て、それを守るために救急とし、お互いに学問的な批判や議論を避けているとの不満と、山口や唐谷幸と、はす重彦らはその方向性を突き詰めれば、社会システムを包括的に捉える、超統一的理論へと至るステップを準備するはずなのであるが、その作業をしていないかあるいはしていても、 極めて不徹底であることへの苛立ちにあったと言える。栗本は、その後、自身の理論を、さらに徹底させて、情景の、いわゆる社会科学にとどまらず、すべての学問を、包括的に捉える超、統一的理論の構築を目指して、マイケル・ポランニーの科学哲学である、暗黙地の理論を承継発展させて、科学、物理学の研究を進めて、量子論、 宇宙論の研究の成果を取り込んだ光景、意味と生命暗黙地理論から生命の量子論へお上司した。さらにその後、ドーパミン等の脳内伝達物質にいち早く注目し、コンドラチェフの波等の景気循環に関する経済学説を紹介した上で、その原因が太陽からの時期が関係していると主張するなど多くの著作を発表している。 ニューアカブーム以降、料理の鉄人では審査員を務めるなど多彩な活動でマスコミに知られるようになった。1991年に明治大学で替え玉受験事件が発覚すると、栗本も大学の腐敗と学生の怠惰に抗議すると表明して、突如教授を辞任、マスコミ活動のためにホリプロに所属した。1993年7月には、 第40回衆議院議員総選挙に自身が生まれ育った世田谷区とも黒区で、厚生の東京都第3区で、慶応経済学部同級生、小沢一郎代表幹事の結成間もない新政党の推薦を受けて部所属で出馬し、当選死後に正式に新政党入党。小沢側近の一人として活動した。しかし、 1994年6月29日内閣総理大臣指名選挙で支持した海部都市記が敗北し野党となり12月の新進党の決闘には参加せず小沢と田元を分かった後はメディアでただの馬鹿呼ばわりして話題となった自由連合所属を経て自身の慶応経済学部同級生の小泉純一郎や自身の小学校の五年先輩の福田野草が属する 自民党及び、政和会へ。世田谷には、政和会現職、落ち道夫がいたため、国会議員を引退した、政和会副会長経験者、石原慎太郎の品川や大田の地盤を継承。1996年10月の総選挙にも、自民党現職として、東京3区及び比例東京ブロックから、超複立候補し、新進党新人の松原ひと志や、 新党先がけ現職の宇佐美昇るなどを破り、再選された。1997年9月、橋本龍太郎から、経済企画政務次官に任命され1998年ポスト、橋本の自民党総裁選では、小泉推薦人。1999年4月の東京都知事選挙では、非自民だった、舛添洋一候補の選対本部長を務め、政和会を離脱したが、 野添陳平と共闘したことに抗議し、離反し、石原指示。通信防受法に、田中牧子と共に、採決の際に反対し、単独で離党届を出す。田中牧子はそのまま自民党に残ったが、栗本の離党届は受理されず除名処分となる。宮崎が区引いる、伝論突破等に参加する。同年の10月29日に、脳梗塞で倒れた。 脳梗塞で倒れる前日の記者会見では、路列が回らなかったり症状が出ていたという。左半身麻痺という後遺症が発症したが、自ら考案したリハビリの後、左半身麻痺が解消し復帰している。2000年6月の総選挙では、通信防受法成立時の郵政大臣だった、八代英太と同じ選挙区から自由連合公認、突破党推薦で重複立候補。 するが有効投票総数の1割未満で協託金、没収、再開落選し、政界からも去った。近年は大学の教壇に立つ傍らで、自身が経験した脳梗塞に関する仕事も精力的に行っている。著書、各して日は昇るでは、北海道の自治についても大きな関心を示した。引退後週刊現代で、かつての名優、小泉に対し、 頭も悪いが、性格も悪い。とうとう、痛烈な人格批判を行い物議を醸したが、小泉サイドからの抗議などはなかった。舛添陽洋一の1991年、北海道知事選挙出馬の可能性が、話題になっていた1990年末から1991年初め、頃、栗本も道知知事への出馬を考えていた。1990年末、 日本テレビ系の EX テレビにゲスト出演した栗本が、レギュラーのマス添と今年の重大ニュースを互いに上げていくという企画があり、栗本は上位にマス添の同知事出馬騒動を上げていた。マス添の北海道本拠地のプロ野球チームを作るべきというアイデアにサインを表していた。一方、マス添は当時太陽国展と 社会変化の関係を力説していた栗本に対し、太陽国点移動が北海道の時代の到来と関係あるのではないか、などと問い詰めていたが、これには何も返答しなかった。その直後、上記にもある通り地方自治を論じた、隠して日は昇るという本を緊急出版した。今まで地方自治について積極的に語らなかった栗本が、 突如として、北海道自治に関心を示し、もし私が、道知,知事であったならなどという過程で、制作提言している。その後、西部進むとの共調、立ち腐れる日本でも、都知事と、道知,知事へのオファーがあったことを語り、西部から、あなたなら、僕も応援するけどなとの賛意を得た。父、栗本和夫漫画原作、ありがとうございます。